はい。皆さん、こんにちは。お疲れ様です。ヒロシの時事ニュースチャンネルです。え今日はですね、ちょっとヒロシのリスナーさんにね、ヒロシこんなネタあるよってちょっと教えてもらったんですけど、これ Yahoo ニュースを見たらですね、こんなタイトルがあったんですよ。えー、セブンイレブンが東大阪時短店の駐車場に出店計画。えー、元オーナーは、えー、もう和解も拒否する。ね、徹底的に戦うぞっていうタイトルが飛び込んできて、これどういうことかというと、これ東大阪のセブンイレブンで24時間やるの辛いわっていうことで、まあ時間短縮して営業してる店舗があって、本部と対立してるんですよ。でそれで で本部がまあふざけんなよということでまあ目の前にある駐車場が隣が分かんないけどその駐車場にもうほんとセブンイレブンの隣にセブンイレブンのもう目の前にまたセブンイレブンを作るっていうなんか珍騒動が起きてるんですよ。うん で、これで、もう、本部、ひでえなセブンイレブンとかいう人もいるんだけど、ただ、ここのニュース、これで、このニュースがちょっと、ひろし今回どうしようかなと思うことがあって、これ、セブンイレブンが悪いのか、このオーナーが悪いのか、ちょっと微妙なんですよ。うん、で、このオーナーもかなり評判悪くて、あ,あの、日本一評判の悪いセブンイレブンっていうことで、結構 SNS とかでも話題になったんですよね。だから、そこら辺は、ちょっとひろしあの、いつかですね、あの、ちょっと、サブアカの方でもやってみようかなと思うんですけど、まあ、これですね、セブンイレブン、東大阪、 え南、と、えー。 これ、上小坂店って言うんですかね,ね。これ、同じ敷地内に新しくセブンが建つらしい、態度が悪いクソオーナーには刑事罰をとか、クソオーナーとか書いてあるんですよ。ね、あの、ま、実際に行ったことありますが、感じのいい店員さんが与えてましたよっていう、こういう5の,5の意見もあるんですけど、ま、時短がどうこう,うよりも、まず接客態度を見直したらどうかねとか、ま、できることならオーナー個人に星100、マイナス100をつけてあげたいとか、これ、どっち、これなんかもう化け物大化け物みたいで、これ、どっち応援していいか分かんないニュースなんですよ。だからちょっと今回、コメント欄荒れそうなんですけど、皆さんの意見ちょっと、 いろいろ欲しいなと思いました。はい、まあ、とりあえずですね、ニュースを全部読んで。 まあその後にね、ちょっと広島のね、あの意見をね、述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃちょっと読んでいきますね。えまさに前代未聞ということですね。<laughs> なんかまあ見てるこっちは面白いだろうけど、関わってる人たちは大変だろうね。はい。えー、朝日新聞は3月27日の朝刊に、えー、対立店舗駐車場に出店、えー、セブンイレブン本部が計画、えー、っと、大阪フランチャイズ契約解除の元店主、ね、違法な実力行使だとの記事を掲載しました。ね、す、え、で、ー、に店舗が建ってるのに、えー、新しい店舗が駐車場にオープンすれば、えー、前代未聞の事態 一体大阪で何が起きているのだろうかということで <laughs>、ね、ああのもうセブンイレブンの隣にセブンイレブンが立つみたいな、なんかこち亀であったよね、りょうさんがね、なんかあのゲームやってて、部長のコンビニにすごい嫌がらせするみたいな、まあ、それとは今回またちょっと事情が異なってるみたいなんですけど、まあ、ちょっと続きを見ていきましょう。はい、見出しにある対立店舗とは、えー、セブンイレブン、東大阪、南、これ東のか南のか分かんない、東大阪、南、上小阪店だと説明すれば、えー、コンビニ問題に詳しい、えー、武器なら、なるほどと、えー 理解されるかもしれないなるほど詳しい向きってなんだろうなえ、えー、取材した記者が言う、うん え、オーナーだった松本さんは、え、2019年2月、深刻な人手不足を理由に、時短営業に踏み切りました。そう、このね、深刻な人手不足っていうのも、なんかね、バイトが来ないらしいんですよ。なんか来てもね、給料払わないとか、なんかミスをすると少しずつ給料減らされてって、給料ゼロっていう人もいたらしくて、まあ、そこら辺はね、ちょっと今回の件とは関係ないんで、いつかサブアカでやろうと思います。はい。えー、まあ、とりあえず人が集まらなかったと。ね、えー、セブンガは契約解除と、えー、違約金1700万円が発生すると警告しましたが、えー、これが 大きく報道されたのです、えー、セブン側は契約解除を撤回し松本さんは、えー、時短営業を勝ち取りましたすごいですね、うん、これでまあ24時間ではないセブンイムが爆誕したわけですね、えー、ところがその後、えー、セブン側は再び契約解除を求めましたなるほどねもうちょっと契約解除してくれということですね、えー、2019年月、えー、12月には え7年7ヶ月で336件とえ、日本で一番クレームが多いことを理由に契約解除を続く、えーえー。大晦日に契約は解除されたということですね。すごいですね。7年7ヶ月で336件。日本で一番クレームが多いセブンイレブンです。なかなかのパワーワードですよね、これね。はい。で、えー、これに対し松本氏は、2020年2月、契約解除の無効などを求めて大阪地裁に提訴。えー、セブンイレブン側も、えー、建物の引き渡しなどを求めて提訴していた。なるほどね。結構トラブっ 前々からね。松本市の支援者は多く、裁判で本人も手応えを感じていたという。なるほど。結構支援者の人がね、多いということですね。もうちょっと24時間無理だっていうことですね。新店舗建設は挫折うん。 松本氏に取材を申し込むと、裁判所も私たちの主張に耳を傾けてくれてるという印象がありましたという。なるほど。えー、セブン側、まあ、セブンイレブンもね、かなり厳しい契約をやってるけどね、まあ、結構これね、ほんとね、もういろんな意見があるんだよね。そんなの最初で契約で分かってんじゃん。あほら、契約書に書いてあるんだからさっていう意見もあるし、いやいや、24時間やりすぎだよっていう意見もあるし、これ結構意見割れるんですよ。うん、本当今回ちょっとコメント荒れそうなんですけどね。はい、すいません。えー、セブン側の契約はどれほど問題か、えー、オーナーたちの労働環境はどれほど過酷か。 裁判では明らかになったと思います、まあ、結構漫画とかドラマとかでもあるからね、コンビニ経営ね、夫婦で始めてこんなはずじゃなかったっていうのは確かにありますけどね。うん。ですから、セブン側も必死です。えー、私の反乱が他のオーナーに影響を与えると困るからです。なるほど。まあ、この人はね、ごねて、もし、まあ、ごねるっていうか、この人が裁判を起こして、これがもし認め,認められたら、もう全国でいろんな人たちがね、裁判を起こし始めて、セブンイレブンも超困っちゃうみたいな事態になっちゃうんだろうね。うん。 で資金も人材も豊富ですから、ありとあらゆる手を使ってきましたよと。えー、なるほどね。セブンイレブンも超必死ですね。はい。例えば、時短営業に踏み切った数ヶ月後、松本市が経営していたセブンイレブン東大阪南上小坂店の近くに新店舗を出そうと動いていたという。なるほどね。えー、近くの土地を所有している人が、 えー、セブンイレブンが店を出したいってあちこちに声をかけてる。でもセブンがひどいことをしてると報道されてるから断ってよと教えてくれたんです。あー、なるほどね。ほんとなんかシムシティみたいですよね。ほんとね。なんか本当さっきも言ったけど、こっちめの両津のなんかゲームみたいなのありましたよね。確かね。なんかどん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 出店していくみたいな、ねうんえー、そこでセブンイレブン側方針を転換し、店舗の駐車場に仮店舗を建設することにしたらしい。もともとの駐車場は車を12台止められるだけのスペースがあったということですね。なるほどね。あそれだけでいけ まあ、駐車場がない、駐車場がないタイプのセブンイレブンですね。なるほどねうん まあでもこれも面白いですよね。セブンイレブンが店を出したって、あちこちに声をかけて、でもセブンがひどいことをしてると報道されてるから断ったよね。まあ確かにこんな状態で土地とか貸したら、なんかオーナーにもなんか被害、風評被害みたいなのが来そうで、確かにそこら辺はビビるだろうね。うんえー、そこに2軒目のコンビニが建つとなど、駐車スペースがほとんどなくなってしまうのは言うまでもない。はい、なるほど。えー、土地を分出これ分出での分筆？わかんないけど、分出で言います、はいえー。セブンイレブン側は突然松本市に通告してきたという、はい。どんなことを通告してきたんでしょうか。はい 3月26日に公判が予定されていたのですが、前日の25日に店舗を引き渡さない限り、3月29日から着工すると通告してきました。なるほど、強行工事ですね。翌日、法廷で弁護士が厳重に抗議し、裁判所も間に入ってくれて延期になりました。すごいね、裁判所とかも間に入ってくれるんだ、こういうのって。要するに嫌がらせなんですとえいうことですね。なるほどね、すごいね。セブン側は 東大阪南上小坂店の建ってる土地の所有者と交渉しわざわざ駐車場の敷地を分一して仮店舗の建設予定士とした。なるほど、セブンも結構頑張って交渉したんですね。うん 絶対トラブルなの分かってんじゃん。ね、すごいよね。これ春、春日も春日、も多分なんか色々と思惑あるんだろうね、うんえ。松本氏は、店舗と駐車場は一体の施設だ。勝手に仮店舗を作るのは許されないと。えー、そういう指摘を逃れるため、陶器で土地を二つに分けたのではないかと見ている。<laughs> そんな裏技使ってきたんだ。すごいですね。なるほどね。えー、分出した土地は、 えコンビニや駐車場ととは無関係というわけですあなるほどねえ。この主張が認められると、建設差し止めを求める仮処分を申請しようとしても、新たに提訴する必要がありますあ。資金のない私にとって、新しい法的措置を講じるのは厳しいものがあります。セブン側はそうしたことも計算済みなのでしょう。ということです。なるほどね。これ、どうしようかね。このオーナー、確かにほら、まあ、今の裁判やっても、裁判でお金かかるのがあの、令和納豆事件の件で分かったんで、結構大変だと思いますね。クラウドファンディングでお金集めたらどうですか <laughs> 11と戦うためにみたいな。<laughs> すいません。まあ、今のは冗談です。はい、えー、まあ、でも冗談つってもあつまりそうですけどね。うん、えっとえー、マスコミも注視していますと。とうん。 もともと松本市は長年公務店を経営していた。えー、リーマンショックで経営が厳しくなり、セブンイレブンの募集に応募した。はいえー、自分が所有する土地や店舗を使ってセブンイレブンのコンビニを経営するオーナーは今や少数派だ。えー、多くは松本市のようにセブン側が土地を借り、あ、セブンイレブンが土地を借りるんだ。なるほどね。セブン側が土地を借り、そこに建てたコンビニで働くのが一般的だという。なるほど。 で松本氏はここまでされたのですから、セブンイレブンとは断固として徹底的に戦いますと言っています。なるほど、駐車場に新たなコンビニを建てるなど、非常識としか言いようがありません。仮店舗を建てる理由を、セブン側は、買い物や防犯のため。 近隣住民がが営業をを再開してしいと言ってると説明してててほいいととと言言っるる説明まますわざるを得ませんなるほど。えー、それなら、私が現場に戻ればいいだけでしょう。なるほど。でも、このオーナーもかなり評判悪いから、現場に戻ったらなんか大変なことになっちゃう。なんか、どっちの、どっちの言い分が正しいのかなどうなんでしょうね。えー、裁判所から進められた和解には応じず、徹底的に争うことにしました。と。え、どっちが勝つんだろうね。本当にね。うん、なんか化け物対化け物みたいな感じなんですけど、裁判所、わでも和解した方がいいんじゃないかな。まあ、もうここまで来ると多分もう、 なん,かなんか筋を通すっていうかもうプライドの世界みたいな感じなんだろうねうんなんどっちの方が和解した方が得なのか勝つのか負けるのかっていうなんかそういう損得じゃなくてもう多分最終的にはもうなんかプライドをかけた戦いみたいな感じになってるんでしょうね、うんえー、改めてセブンイレブンについて感想を聞くとセブン側の態度には怒りも通り越して情けなくなりますねとクショーなるほどね、えー、セブンイレブンという企業の本質がはっきり見えてきたのではないでしょうか、えー、仮店舗を建てたら近隣の人たちは マスコミの皆さんはどう判断されるでしょうか、えー、何よりも2つのコンビニが立った映像がテレビのニュース番組で流されたとしたら視聴者の皆さんはどんな感想をお持ちになるでしょうかもうこれねもし隣にもしできたら多分できるでしょうね。ヒロシ行ってきますよ。<laughs> 本当に。まあ、確かに面白そうっちゃ面白そうですね。まあ、まあ、多分当人たちは全然面白くはないと思うんですけど結構 YouTuber とか突,突撃していくんじゃないですかこれってね。うんそ,しえー、そして4月1日セブンイレブンは庁舎上部分に 仮店舗をを作る工事を始めたとということです、ね、4月1日ってのまたいいですね。エイプリルフールやん。これ嘘だろとかね、思っちゃいますけどね。はい。えー、ということで、まあ、なんか日本一評判の悪いセブンイレブン。えで、ちょっとオーナーの評判も悪い、えー、セブンイレブンバーサス、なんか結構悪評の高い、なんかフランチャイズセブンイレブン本部みたいな、なんか化け物と化け物が戦ってるような感じなんですけど、なんか化け物とか言っちゃ失礼ですかね。すいませんでした。はい。えー、ちょっとですね、これはどっちを応援したらい,いのかちょっとよくわからないんで、どっちを応援してどっちを。 いいのか正直よくわからないニュースだったんで、ちょっとですね、皆さんのね、あの、意見もちょっと聞いてみたいなと、ヒロゃは思いましたね。はい、これどうなんでしょうかね、これね。まちょっとヒロゃは笑ってしまう。まあ笑ったら不禁死なんですけど、正直、やべえな、これ、と思ってちょっとね、ふふってなってしまいました。すいません。はい、えー、ということでね、えちょっとあの、今後は楽しみ、あ、ちょと楽しみとか言って書いてあるんですけど、今後は気になるんですけど、え今日はこのここら辺にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。えもしですね、あの、チャンネル登録とかね、していただけると、またこの、なんか、セブンイレブンのオーナーバーサス セブブンイレブン本部、えー、こういうニュース、多分もうこれからもニュースどんどん出てくると思うんですよ。なんかもう仮店舗作ってるっていうんで、で、まあ、このニュースやっていく励みになりますので、えー、もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。であとコメント、もう今回はコメントがすごい楽しみですが、ぜひ皆さんコメント書いてください。あの皆さんがどんな意見持ってんのか、あのちょっとそこら辺の意見っていうかコメント見てですね、今後の放送、このセブンイレブン系の放送のちょっと今後の方針を決めていきたいなと思いますので、えー、もしよかったらご協力ください。よろしくお願いします。ということで今日はこのいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。